こんにちは、ハレリア代表のトモハッピーこと斉藤智晴です。この動画はハレリアがね、毎年やってる年末の大型イベント、ザ・ラストサン2019についての動画となります。なんと今年のザ・ラストサン、本戦、予選ともに全て無料で開催します。めちゃくちゃ予算かかるやつやっちゃいます。賞金はね、去年と同じ優勝50万円、総額150万円、据え置きで出しちゃいます。本戦は毎年無料だったんですけど、ハレリアでね行われる予選大会全てと、まあ、全国のね協力店舗さんで行われる予選、こちらも全て無料でチャレンジしていただけます。で、どうして無料にするのって思うと思うんですけど、有料でもね結構予選本戦の方に人が来てくれてて喜ばれてたんですけど、なんで今無料にするのっていうと、まあ、大きくは2つあります。1つはザ・ラストサンっていう大会の規模をもっと大きくして、もっとたくさんの人にチャレンジしていただいた上でナンバーワンを決める、単純にときめき値が高いイベントにしたいっていうこと。2つ目は、今年マジック始めた方って、あるいは去年マジック始めた方ってめちゃくちゃ多いんですよ。25周年でねマジック展とか漫画の連載とか、まあ、マジックアリーナだったり YouTube 動画でマジックを扱う方も増えてるとか、まあね、闘争対戦がめちゃくちゃ熱くて、モダンホライゾンも熱くて、もうとにかくマジックが今盛り上がってて、マジック楽しむ方がめちゃめちゃ増えてるんですよね。マジックの楽しみ方ってかなり幅広いんですけど、競技マジックっていうのはね、その中でもね最も魅力があるマジックの楽しみ方の一つで、そこにね皆さんがチャレンジしてみる競技マジック、トーナメント楽しんでみるハードルを下げたいっていうね、まあ、その2つがね主な目的なんですけど、予選もね昨年までは協賛金をね各店舗さんからいただいて、まあ、参加費も取ってもらって予選開催してもらってたんですけど、まあ、今年は本当にマジックを盛り上げたいっていうね、同じ思いを持つ店舗さん、もう公認店だったらどちらでも、極力どちらでも予選開催していただけるような仕組みに変えて、無料でやっていただくからにはうちももうお金いただかずにやろうかなっていう、まあ、本戦の賞金全部ハレリアが出すんですけど、協力店舗さんに関しては、まあ、そのスペースとねスタッフさんの手を少しお貸しいただいて、集客だったり盛り上げに使っていただければっていう感じで、もう一切ね参加費も取っていただけないんですけど、ハレリアに協賛金っていうのも一切いただかないんで、ぜひねこの動画を見てくださってる店舗のねオーナーさんだったり社長さんだったりスタッフさんだったり、ぜひね開催ご検討ください。マジックの盛り上がりに大きく関わってくるんで、本当にお願いします。またねショップさん以外もプレイヤーの方もいろんなショップでね買い物したり遊んだりってあると思うんですけど、よかったらねお近くのね自分が遊びに行ってるショップの方に無料でね開催できるシリーズらしいから、ぜひねプレイヤーとかファンの皆さんも近くのねショップさんに、情報まだ知らないかもしれないんで、ぜひね開催リクエストのご協力もねお願いします。単純にね自分の身の回りのマジックが盛り上がることにもつながっていくと思うんで、ぜひご協力ください、お願いします。で、今年のラストサン本戦について、予選はね、まあ、夏から始まり秋にかけて行う想定なんですけど、本戦について発表します。日程は12月の14日15日2日間にわたって開催します。ザ・ラストサン2019本戦の種目はスタンダードとモダンで行います。もちろんねより多くの方に大会にね出てみてほしいっていう、それ楽しんでみてほしいっていう思いがあるんで、まあ、スタンダードはね一番始めたばかりの方がデッキ持ってやすいんで、もちろんスタンダード、まあ、予選もねスタンダードの予選も多いと思います。スタンダードの次に新規プレイヤーの方にもね優しい、まあ、あるいはそのすでにプレイしてる皆さんもレガシーよりはやっぱりモダンのデッキ持ってる方の方が多いんで、モダンとその2つで開催します。でね、このザ・ラストサンっていう大会についても、そもそもラストサンって何なのって分かんない方もいると思うんで、簡単に紹介させていただくと、年末にね毎年ハレリアが主催して行っている完全招待制の構築戦のねナンバーワンプレイヤーを決めるイベントです。まず予選は2種目で2日間にわたってかなり長いラウンド数を行うんですけど、その結果8人選出して行う決勝トーナメントでも予選ラウンド上位のプレイヤーが
きな方の種目を選んで対戦できるっていうね、かなりもうガチンコなシステムで、2013年に始まったこのイベント、やっぱり優勝された方は初代チャンピオン山本健太郎プロをはじめ、電動プレイヤーの安岡翔太さんだったり、昔からねプロツアーで何回もトップ8に入ってる清水直樹さんとかね、そういった有名な方、あるいはもうものすごく実力がある方が毎年優勝してるんで、レベルはかなり高いんですけど、その上でねこれ以上ない腕試しの機会の一つだと思うので、無料でね参加できる予選からぜひ多くの方にチャレンジしてみてほしいです。それとですね、予選を勝ち抜くっていう方法以外に特別な招待選手っていうのが数十枠ありまして、これはプロのね、プロプレイヤーのレベルだったり、特定の大会を優勝していたり、そういった条件があるんで、詳しくは概要欄からチェックしてみてください。なかなかこれ特別枠で招待されるっていうのは、そんなにハードルは低くはないので、お近くのお店でぜひね予選大会開催してもらって、強豪たちと競い合えるチャンスを目指して楽しんでみてください。改めましてなんですけど、ぜひね予選を開催してマジックの盛り上がりにうちも貢献したいっていうね、店舗のね関係者の皆様は、概要欄にね詳細のリンク載せておきますんで、こちらチェックの上たくさんのねエントリーお待ちしてます。ザ・ラストさん2019のお知らせ動画でした。タレリア代表のトモハッピーこと斉藤智春がお送りしました。ご視聴ありがとうございました。